られるかな、テスって。当たり前でしょ。驚いたわ。本当にいくつも能力が使えるのね。デュアルスキルだなんて、楽しませてくれるじゃない。私の能力は理論上不可能とされるあれとは方式が違う。いわばマルチスキルだ。呼び方なんてどうでもいいわよ。こっちがやることに変わりはないんだから。どうした？複数の能力を同時に使うことはできないと踏んでいたのかね。なんてやつ、自分を巻き込むのもお構いなしに能力を振るってくる。拍子抜けだな。レベル5というのはこの程度のものなのか。電撃を攻略したぐらいで勝ったと思うな。あれ、もうやめにしないか。私はある事柄について調べたいだけなんだ。それが終われば全員解放する。誰も犠牲にはしない。ふざけんじゃないわよ。誰も犠牲にしない。あれだけの人間を巻き込んでおいて、人の心をもてあそんでおいて、そんなもの見過ごせるわけないでしょうが。やれやれ、レベル5とはいえ、学園都市の上層部は能力に関する重大な何かを隠している。それを知らずにこの町の教師たちは学生の脳を日々開発してるんだ。それがどんなに危険なことかわかるだろう。なかなか面白そうな話じゃない。あんたを捕まえた後でゆっくりと調べさせてもらうわ。残念だが、まだ捕まるわけにはいかない。空き缶、クラビトン。さあどうする。全部吹っ飛ばす。すごいな。だがどう、ざっとこんなもんよ。もうおしまいな。もっと手こずるかと思ったが、こんなものか。レベル5、恨んでもらって構わんよ。捕まえた。バカな、磁力で即席の盾を組み上げたのか。ゼロ距離からの電撃、あのバカには効かなかったけど、いくらなんでもあんなとんでも能力までは持ってないわよね。遅い。一応手加減はしといたから。